次の方、どうぞです。失礼します。私、前から悩みがあって、ここでお悩み相談もしているって聞いたんですけど。私にはお聞きすることぐらいしかできませんが、話すことによって楽になることもあるようです。差し支えなければお話しくださいです。はい、お願いします。私にはとっても素敵なお姉ちゃんがいて、元気いっぱいで可愛くて大好きで、すっごく個性的なんです。それに引き換え私は普通というか、過去に一度主人公をしたこともあるんですけど、やっぱり個性が足りない気がしてしまって、新しい個性を模索してみたこともありました。でも毎回これじゃないっていうか、裏目に出ることが多いっていうか。あなたにも個性は十分あると思うですよ。自分の得意分野を生かすことが大切だと思うです。得意分野ですか？となるとやっぱり私、もっとロボやメカや IT について熱く語るべきなんですね。そうですね。好きなものは大事だと思うですよ。多分。ありがとうございます。よし、まずはお気に入りのコンデンサのいいところをみんなに伝えられるように頑張ろうっと。コンデンサ？ああ、コンデンサっていうのはですね、そんなわけで私はもともと小型化第一主義ではあったんですけど、やっぱり大容量はロマンだなって思うんですよね。なるほど、よくわかります。一応私も NPC の端くれ、機械で動いている自覚はあったのですが、自分のことは意外なほどよく知らないものなのですね。女神様、迷える子羊にお導きを。